通にああるるる。株式会社ダイエが運営する大型商業施設である店番号は零六二二。ネットスーパー取扱い店舗。台営の直営部分は地下二階から一階のみであり、二階より上のフロアはイオンモール市会社であり、かつて台営参加であったオーパが運営する三宮オーパにとして営業している。本校では前身の各店舗についても記述する。 当時、百貨店事業を展開しようとした大栄が、フランスの百貨店、プランタンを誘致し、1981年3月に日本におけるプランタンの一号店として、プランタン三ノミヤを大栄運営店として開業させたのが始まりである。開業当時のキャッチコピーは、素顔のパリに会える女性のためのデパートメントストアプランタン三ノミプランタンが出店したのは、 三宮駅前に建設された駅ビル、三宮ターミナルビルで地下2階、地上11階の建物に地下2階から3階を、プランタン三宮が4階屋上までを190の客室を設ける三宮ターミナルホテルが管理し、営業していた。当時のプランタンは店舗面積が限られており、若い婦人層に絞った店作りを行った。 開業から1985年8月までは、プランタンとの合弁会社をプランタンジャポンが運営していたが、大英の経営が圧迫されてしまい、難波とともに同年9月から大英直営化とした。1987年3月には、三宮駅前の久もい区の再開発計画、三ティ計画の一環として、プランタンを各テナントとした商業施設が建設されることが発表され、 1987年1月に、三宮駅前の再開発組合が参上申請を、神戸商工会議所に行い、5月の決心の結果、認可されたため、すぐにでも着工する予定であったが、建設予定地での私屈において、弥生時代中期と思われる壺が完全な状態で、出土したため、埋蔵文化財調査を行うこととなり、1年遅れで着工。 1990年4月27日に、後に、大英三宮駅前店となるプランタン、神戸パート2がオープンした。総事業費は112億8000万円。すでに存在しているプランタン三宮は、競合を避けるため、対象となる顧客を変えて、改装工事を行った上で名称を、プランタン、神戸パート1とした。本館は、祖号、大丸に次ぐ大きさで、 初年度の売上目標は両点を合わせて240億円。1992年には店舗運営、営業、販売を行ってきた子会社のプランタン神戸を店舗運営をび管理するのみの会社とし、営業部については1991年9月に設立した大英全学出資の子会社プランタンデパート関西に移行した。 1995年1月17日5時46分52秒にマグニチュード7.3の兵庫県南部地震が発生。三宮の主力店舗であったソガ神戸店や三宮半球が大幅な打撃を受けた。大英でも倒壊する店舗が出る中、三宮の店舗で唯一、プランタン神戸は2冠ともに被害が最も少なかった。地震直後、非常に被害を受けた。 ハーバーランドシティから会員制スーパーのコー S ホールセールメンバーシップクラブの仮設店舗をプランタン神戸に一時的に開業させている。これは大 a CEO の中内が会費をもらっているのだからコー S の再開を急がせるべきと考えたもので中内の息子の中内純の指示の下社員が夜通しで商品を運び込みわずか一晩でプランタンからコー S に装いを変えて 翌日の開店にこぎつけた。この時、大英は緊急措置として、高 S を3000円の会員証を持っていない人にも、解放した上で、会員入会を呼びかけた。この仮店舗出店と同時に、大英の災害対策本部もハーバーランドシティから、プランタン、神戸内に移動している。なお、大規模小売店を移転するには、通商産業省への届け出や地元との調整が、 必要であるが、大英はあえて無視し強行移転した。中内淳は、当時のことを、役所には、復旧が一段落ついてから怒られに行こうと考えた、と語っている。被災により営業できなくなった周辺の大英店舗を、統一すべく、同じく被災で閉店した旧プランタン、神戸本館を大英に改装することになった。その改装期間中の仮店舗として同年1月から5月14日に、 大英産の宮南店を神戸市中央区の日本市会場神戸三望ホールに開店、仮店舗ではあったものの、当初より370坪増床し750坪に、したり食料品、日用雑貨、住居用品に加え、文具、家電、インテリア、紳士、婦人、子供の各衣類を取り揃える等、ニーズを重視し、営業を行った。その後、改装が終わった同年4月に、 大栄三宮駅前店が開店した。なお、プランタン、神戸ヤング館は、同年10月に、オーパに転換され、三宮オーパとして、再出発した。このプランタンから大栄への業態転換について、中内は、新聞のインタビューにて、震災で、ニーズも変わった。安い生活必需品が求められ、夜も活動する店舗が求められている。百貨店はいらない。 要請に合わせて変化するのが流通業の仕事だと述べている。さらに震災により倒壊した三宮の店舗の跡地利用については神戸に育てられたうちとして土地を売ってはい、さよならとはいかないとも述べており、神戸三宮が大英にとって重要な場所であることが伺える。イオンフードスタイルバイ大ーサンシティの文字が入った入り口看板とオーパニの ロゴダイエーコーベ三ノ店に掲げられた改装に伴う営業終了日を知らせる掲示物。2016年6月5日、撮影2015年6月、同年8月27日にフードスタイルストアの京阪神地域1号店として改装した上で開業することを発表。それに再始動月17日から26日に改装工事を行った。また、 改装に従い大栄神戸三宮店に名称変更している。この変更は、阪急阪神三宮駅が神戸三宮駅に改称されることに加え、大栄が1958年に神戸三宮の地でチェーン展開を開始して約半世紀が経つことから、これまで以上に大栄と創業の町である神戸とのつながりを大事にしていきたいという思いによるものである。 食料品フロアの改装完了後、上部改装のイオンモールへの賃借が2016年4月6日にイオンモールによって発表されたが、同年11月18日にはイオンモール市会社であり、2016年2月までは大英参加であったオーパに運営が委託され、三宮オーパにとして2017年春に開業することが発表された。これに伴い、 2016年8月末日をもって大英直営部分の2階から5階の営業が終了。そして2017年2月24日に2階から9階部分を三宮オーパニとしてオープンするとともに直営売り場となった地下2階から地上1階部分も一部改装を行い完全オープンとなった。この完全オープンを機に看板類が一新され袖看板などは イオンフードスタイルから、イオンフードスタイルバイダイエーの新表記看板に、屋上看板は白基調から黒基調に変え、正面に三宮オーパニから初めて導入された新しいオーパロゴを、側面にはスペースの関係上4行に区切られたイオンフードスタイルバイダイエーロゴがそれぞれ配された。4階以上は前日の通り三宮ターミナルホテルの施設である。 三宮大場神戸三宝ホール仮設店舗の大栄三宮南店が置かれていた。ありがとうございます。